今日行くよ、楽しみ。オープニングアクトぜひくるくるのペンライトを振ってください。寝起き良かった。あ、でも寝起きは良かった。そのおかげで、そのあんまりその意識がある睡眠のおかげで、寝起きは良かったかもしれない。アラーム鳴ってみたいな感じ。昼眠くなりそう、どうしよう。オープニングアクトで、オープニングアクト中寝とったら。ふくちゃんさんかわいい、ありがとう。今日なんか日昇ってない、暗、なんか暗いよ今日。時間、今日暗いんだけど。寝起きのくるたさんもかわいいぜベイビー、ありがとう、嬉しいぜベイビー。あ、今日クワトロ周辺は人が多い。そっか、気をつけて迷子にならないように、今日安全に、安心安全で待ってるよ。最近朝配信の時見れてなかったから、寝なければ見れるのではという発想。大丈夫？あ、ありがとう、まさま。配信あと寝る？寝れないか。静香さんハートありがとう。朝ごはんはね、食べないかな、ただ食べないかな。朝ゆうカップの可愛さは可愛すぎる、大好き。ありがとう。なんかさ、手が痛い。あ、手が痛いのは昨日だ。昨日七並べのお礼書いたから手が痛いな。わかりやすいな。手筋肉痛になってる。今日は曇りかも。ぽいね、なんか曇りっぽい。そう、本当にオープニングアクトは寝ませんよ。山さんかわいい、ありがとう。あそこ食べた方がいい、食べた方がいいか。いつもね、食べんのよね朝。朝と昼が曖昧みたいな感じ。ヤシーさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。あ、今日も無事サボり成功いたしました。ありがとう、わざわざ私のために仕事をサボってくれて。ちょい寝坊しました。全然大丈夫です、来てくださってありがとうございます。緊張まだしてないよ。寝ないですよ。一日なら平気。平気？すごい。すごい。また作業。私も一日なら平気とか。ギネス記録の配信1分前に起きるの狙ってみて。いや絶対はもうこんなんよ。こんな。赤ちゃんみたいな肌？嬉しい。てかさ、ドリミネーション始まったくない？広島。行きたいんだけど、ドリミネーション。うわ、待って。クアトロあたり、だから通るよね。楽しみ。怒涛の3日間だけど楽しみ。そう、楽しみなんよ。でも普通に。フルーツ食べよう。フルーツ食べよう。皮肉となるくらい一生懸命描いてくれてありがとうねベイビー。キャラどうしたの？めっちゃ好きそのキャラ。 Thank you ベイビー。中村さん ST ゆくま、ありがとう。みちおさんかわいい、ありがとう。こうやってるの気持ちよくない？こうやってなんかこうやってやるのいい。最近優香が好きなバリエーション増えてる問題。いや本当に嬉しいんです、それが。それがありがとう。優香が好き。最高42時間くらい前なら起きてたことあるかも。一
1日と半分ぐらい眠くならん？なんかもうさ、次の日さ絶望みたいな、なんか絶望の顔にならん？すごそう。スケモンさんバラありがとう。朝食べないと自動的に16時間食べないダイエット。確かに確かに確かに、そう。じゃあ食べない。イモス出るっていうので申し込みしな押した。楽しみ。ありがとう、嬉しい。楽しみにしててね。私も頑張ってきました。今日から3日間は人が多いから気をつけて。私も気をつける。ありがとう。みんなも気をつけてね。1日と半分だと36時間。あ、そうか。1日と3分の2。2日までは行ってない。仕事行ってきます。頑張って頑張って。寝なくても3日は平気。まあでも死にはせんか。私もよく使うんだけどさ、まあ死なんし大丈夫でしょうみたいな。これやっても死ななければ大丈夫ぐらいの感じ。山さん服ありがとう。予告でそう絵を描いてましたね、妹さんは。で、あの今回ジャージが研究生は黄色で、こう明るい、目に明るい色ですね。かわいい語ありがとう。かわいい語、かわいい語もありがとう。通勤電車の中か、見てくれてありがとう。電波よ、よろしく。つなまよさんありがとう。ファイト、ありがとう。昨日は優香が好き好き大好きでした。待って、それ見てないわ。増えてる。今日、あ、今日配信の後見るね。真似したくん、レインボースターありがとう。ずっと起きてると太陽の光や紫色に見えてくる。徹夜ゲームあるある。え、まだ私その経験はないわ。その経験をするまで起きていようか。おは、くるこちゃん、おは、くるこちゃんです。なんか生きてりゃいいことあるもんさみたいな曲なかった？生きてりゃなんとかかんとかみたいな、あるよね。そう、研究生用ジャージを用意してくれた。そうなんですよ。そう、黄色の、あ、もう写真載せていいのかな。そういえば言われてみれば、マネージャーさんに聞いてみよう。ジャージ写真、黄色と言ったらカレー？おじさんネタ、そんなネタあるの？黄色と言ったらカレー、確かに。黄色と言ったらカレー、確かに。今日も頑張って、ありがとう。頑張る。こんなに可愛い朝黒子にはしっかり寝てほしい。しっかり寝るね。しっかり寝る。くるくる、うちはオッケー。サイリウム、緑と紫、オッケー。素晴らしい、オッケーです。天才的な準備です、オッケー。ラスアイさんが生きてりゃいいことあるもんさみたいな、あったよね、ぽい。今日から、あ、昨日から今日にかけてめちゃくちゃくるくるツイートしてると思います。お、それでは楽しみにしてますよ。って言われるとさ、緊張するよね。改めて楽しみにしてますよって言われた。でも私があんまり寝れなかった原因なんかちょっとわかるよね。なんかさ、私最近エナジードリンクを飲むのにハマっとって、モンスターを めっちゃ飲むんよ。やばい、ハマっとる。ほぼ毎日みたいな飲みよるよ。それってさ、なんか目がバキバキになる？あれってさ、体に悪いのかなっていう問題。なんかさ、飲んじゃう美味しさに気づいてしまった。愛を知るか、いい曲だよね。
寝不足は異世界に近づいちゃうから気をつける。ちょっと異世界に近づかないように、ちょっと私覚醒しちゃうから異世界に近づいて朝からプレッシャーかけていく。プレッシャー、プレッシャー。モンスター、私はね、緑派です。あの王道だよね、緑、王道緑派です。そう、バキバキになりすぎてるのかもしれん、そうかもしれんちょっと控えます。なんかね、黄色が出とってさ、レモンティーみたいな、それにお母さんがハマってたよ。取りすぎると良くないだよね、やっぱりだよね。私がモンスターになっちゃうかもしれない。どうしよう。今日のクルクルはいっぱい可愛い言われてお腹いっぱい、いや、まだお腹空いてるかな。お腹空いてる、よくないよね。翼はね、授けてない翼を授けるにはなってないんだよね。なんかあるよね、翼を授ける。なんだっけ、その機種じゃないや、種類のエナジードリンク、レッドブルか。レッドブルはね、ギガギガソニックの時に置いてあってもらった、その時に。それで初めて飲んだのが初めて今日深夜2時に自販機でエナドリ買って飲んできた人、え、やっぱさ飲んじゃうよね、なんか飲んじゃうよね、わかる。モンハとかリポ D とかは、あ、リポビタン D、 1日1本が目安。そっか、でも飲みすぎやっぱ良くないんだな。確か普通の炭酸水が一番いいよね。確かに飲む時間かかる、確かにそうだよね、夜飲むからバカなんだよ私は。いつも10時とか配信終わりとか飲んじゃう緑いいよね、緑、くるくるカラーの緑。飲みすぎて怪物になっちゃうかもしれない。マザイって言われてるの？気をつけますオープニングと頑張る、ありがとう。昨日の売れた曲ベスト100、ベスト100、あ、ベスト101位は、待って、まる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 でした、内緒にしておきます。え、待って、知りたい、見れてない、知りたい知りたい知りたい。うん、可愛い6、ありがとう。朝からどうしてそんなに可愛いんだ、どうしてかな モンスターになっちゃったみたい。オナピーさん、ハート、ありがとう。つばさをさできる、元気はつらつはあまりにもない、それを飲んだことないかもしれない、わか、知らないかもしれない。元気はつらつ、元気はつらつ。ツナマヨさん、ハート、ありがとう。クルクルの背中には翼が生えてる、まあ翼は生えてるね、確かに天使だから生えてるかな。今朝はクルクルの顔見れたので機嫌よくお仕事行ってきます、頑張って、ありがとう、見てくれて。だよね、なんかお母さんも最近ハマっててさ、モンスターになんか飲んでるけど一緒に、これ体に良くないよねって言って、良くないよね多分って話して、読めない、良くないよね。中村さん、魔法スティックありがとう。なんか昔はね、昔はっていうか言うて中3とかの時なんだけど、中3の時とかは友達となんか体育祭前とか、あのみんなカラオケ行こうってなった前とかにテンションをぶち上げようみたいな感じで飲んでただけなんだけど、モンスター2本飲むときは白とかオレンジにしてます。あ、白この前飲んだわ、オレンジ飲んだことないかもしれんとか、飲もうとか言っちゃってたわ、ダメダメ
読めます。寝る前飲んだら目覚めるわ。だよねだよね。糖質が気にせんタイプ。ワイは飲み物から糖質は取りまへん。え、なんか飲み物で糖質あんま気にしてなかったわ。やばいよね。でも最近なんか痩せた気がしてさ、勘違いしてたわ。くるくるには来られてもいい。じゃあいいね。くるくる人間やめても多分好き。じゃあなっちゃおうかな、怪物。ダメ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 。あ、ずいぶん可愛い。なんだろう、魔物かな、星になってる。可愛い、ちょっと可愛い。ありがとうございます。そう、寝起きはね、そう、髪が自然な外羽になるの。そうなの、いい感じだよね。ちょっとさ、ウルフカットっぽくない？勘違いか、私の。オープニングカクター楽しみすぎて眠れませんでした。え、本当に楽しみだよね。絶対に見つけるよ、3階席でも。本当見やすいよ、でも3階席素晴らしい。悪魔でも翼あるのか。じゃあ実は悪魔だったりして、私ふっ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 。あ、 STU メンバーの飲み物といえばオロナミン C。 それあるよ、なんか買ってきてくださるスタッフさんがオロナミン C。 最近はないけど、昔とかって、昔ぐらいのその、その長くSTUにいたわけではないけど、私が入ってすぐとかの時よくあったわ。ちなみにだけど、くるくるツイートは全部タグつけた方が見やすい？つけなくても見てるよ。つけなくても見てるよ。キラン、寝起きでここまでの可愛さとは。だって嬉しい、ありがとう。ひげじんしんちゃん先生ハートありがとう。ちょっとほどほどにしとくね、ほどほどに。ヤクルトレディが持ってくるヤクルト1000をほぼ毎日飲んでます。あ、私もさ、ヤクルト1000さ、家にさ今15本ぐらいあるからさ、それは飲めます。そうだね、それは飲もう。体感だけどオレンジあんまり効かない。あ、そうなんだ、やっぱ色によって。じゃオレンジのしようかなとか。仕事行ってきます、頑張っていきましょう。頑張ろう、頑張って、一緒に頑張ろう。モンスターって小学生が飲んでも大丈夫なのね。私のことを小学生だと思っていらっしゃるの。あれあれ、その羽いい感じじゃろう。まあ私だから。カラオケの時コールしないな、コールしないな。僕にないものばかりで出来上がった。でも私最近ずっとお茶か水しか飲んでなくて、お茶のガブ飲みも好きなんだよね。なんかでもキンキンに冷えたお茶。昔のんちゃんがよくエナジードリンクショールームでガブ飲みしてたな。え、そうなんですか。待って、意外すぎる。あの可愛らしい、すごく可愛らしい見た目と、え、可愛い、可愛いらしい見た目と、私もしちゃおうかなとか言って、すぐ影響される。やばいやばい。タグつけなくても見てますよ。見つからないようにタグ付けないときあるのに、バレるのか、バレてますね。でもなんかくる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 系は見つけれない。なんかね、くるくるはその私じゃない用のくるくるツイートが多くて、他の方のわかる、なんか、あ、今日は寝れてなくて頭くるくるしちゃったわみたいな、そういうなんかさ全く関係ない人のツイートも検索に出ちゃうから。私のツイートかわかんない、調べても溢れ出ちゃう。あ、ヤクルト1000で眠れなくなる。そうなの、それあるの。
山さんレインボースターありがとう。本当可愛い、ありがとう。嬉しいな。今日はその可愛いくるくる見えちゃうよ。気まぐれでつけたりつけなかったりでくるくるついて対応してきます。待ってます、待ってます。あ、ヤクルト戦眠りやすくなるからレポお願いします。あ、じゃあするわ、してみる、それしてみる、いいね。あ、いつも飲んでると飲んでない時がしんどくなる。確かに、もう早めにやめよう、怖いね。昨日のタワレコのツイート、小学生が出てた。高校2年生なんだけどな。なんかさ、なんかさ髪がバサバサで申し訳なかった、レッスン終わりだったし。あとちょっと荷物もなんかこんないっぱい持って、お恥ずかしい。せいやんさん、バラありがとう。コーラ飲んでゲップせずに大和線の駅言わないと。待って、それやったことないけどさ、やってみたいな。でも私なんか、いや汚い話になるな、ゲップ出ないんですよ。汚い話になる。でも汚くないのか、出ないから。ゲップ出ないんですよ。あと友達結構すごいんだけど、なんで出るのかなぐらい。なんで出るのかな。ヤクルト戦より何倍もくるくるの配信が効果絶対。まあね、確かにそのエナジードリンクより、そういう栄養ドリンクとかよりくるくるの配信がまあ一番のそのいい効果になるっていうのは、まあそれはそう。キュンキュンした後に癒しボイスで一瞬で寝れる。そうだよね、そうだよね。ヤクルト戦は悪夢を見てやばいという事実である。それじゃ怖いじゃん、どうしよう。寝れ、寝、こ、寝、逆に寝れん、どうしよう。竹松さんありがとう、ありがとう。ハッシュタグクルシャマークルでツイートしてたら大丈夫、大丈夫。そしたらね、ちゃんと見れる。くるくるタグなしでくるくるだけだったら見えないかもしれない。モリキンギガさんバラありがとう。パーカーさがかった、可愛かったならよかった。まあ、皆さんなら受け止めてくれるだろうと。小柄な女子高生にしか見えないから安心します。安心します。タグなしでくるくる大好きでツイートしたら埋もれちゃうか。なんかね、よくそのタグをつけてツイートしてくださる方はつけてなくても見る。全くくるくる関係のツイートせずにタグをつけないかったら分かんない、見つけ出せないかな。あ、でもリプしてくださる方は分かるみたいな感じ。背中ボーボーしてもらわないと出ないかって、赤ちゃんじゃんそれ。赤ちゃん。そう、まあアイドルなので。コーラ飲んでも出ません、炭酸水飲んでもね出ない。私そう、あ、でもそもそもくるくる山手線言えないけどね。確かに山手線言えないわ。友達と突然の流れ玉ごめんね。どっから飛んできた流れ玉、知らない間に打たれてた。なめなめさんかわいい、ありがとう。悪夢か、怖いな。お花畑もくしゃみもゲップもくるくるアイドルなのにしません。ちょっとくしゃみは自覚あるな、くしゃみ。くしゃみ自覚あるな。朝からのクルーズ配信はレッドブル100本分のパワーもらえるぜベイビーだよね。ベイビー知ってたぜベイビー。うん、最近くるくるかわいいつけてる、見てますよ。くるくるかわいいも嬉しい。どんどんねタグが増えていって面白い、嬉しい。初クルシマークルツイートしました、見ましたよ。どんどん初、どんどん初をねいっぱいしていきましょう。初初初初キンキ初初
流れ玉から歌う流れ好き流れ玉好き。から飛んできた流れ玉。人間だもの、あれだ、なんだっけ、やばい、あのあれだよ、人間だもの、なんかさ出てこない、出てこない、くしゃみは年を取るほど大きくなる？やばいじゃん私、今の時点でさめっちゃでかいのにさ、これからもう怖いんだけどタグ、ハッシュタグ付き最近できてない？いや、もうたまにしてくれるだけでもね本当に、ね、嬉しいんです、本当に嬉しい、あ、筋肉痛だ、落ち着いた、ありがとう、落ち着いたよ、落ち着き落ち着き落ち着きあ、みつおさんか、みつおさん、それだそれだ、ファンの人、ファンの方の名前しか出てこなかったあのいっぱい候補は出てきてたんだけど、3文字で最後に「お」がつくタイプのファンの方の名前がすごい候補に上がって、みつおさんは出てこなかったわウケる、毎日マザイを飲んで人間やめるもの言うか人間やめちゃおっかな、え、ちなみにオロナミン C はどう、飲みすぎは良くないけどオロナミン C ではエナジードリンクよりマシなのかな、元気はつらつ、クルクルン X、 スパルタン X クルクルツイートが 100% になったら完璧、完璧、もう 99% で完璧、もはや道明さんかわいい、ありがとう、高尾さんとか、高尾さんもそうですね高尾さんもそう、今日の目標はどんな感じ、なんかね、今日はね歌をね特に頑張りたい、いやー歌頑張りたいな、オロナミシージュースか、よし、じゃあオロナミシー今日終わり始めかな、どっちのがいいと思う、こうオープニングアクト終わりか、オープニングアクト前のがいいか、オロナミシーの方もついつい苦しまが来るツイートが長くなってしまうのですが大丈夫ですか、大歓迎です、毎朝楽しく読ませていただいております、もう本当に毎朝楽しく読ませていただいております、これからもよろしくお願いします、昔はなぜかアクエリアスにオロナミン C 混ぜたやつとか健康にいいと思って飲んでた、え、待って、そんなのあるの、え、それ公式のやつ、自分でなんか作ってた系、確かに体には良さそう、なんかアクエリアスアクエリアスとオロナミン C、 分かんないけど勝手に、カフェインとかアルギニンを気をつけないといけないね、カフェインとアルギニン、ありがとう、1万ツイートまでクルクルツイートで埋め尽くしたい、素晴らしい目標じゃないですか、それはキラ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 、前がいいよね、毎日飲まなければいいだけだと思う、わっめっちゃそれ、確かにね、毎日飲むのがバカなんだよ私が、バカ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 、あ、ドリンクバーで混ぜるのね、確かに私もやってたわ、ドリンクバーで混ぜるのあるあるだよね、メロンソーダとお茶とか、月1ぐらいしかツイッターできてない、いやもうでもそれだけでも本当に私は嬉しいんです、いつもツイートしてない方がしてくださってるのも新鮮って感じで嬉しい、クルリンパさん、エシティユクマありがとう、
スムージー健康に。確かに。スムージー作っちゃおうかな。そんなバカな。そんなバカなバカな。バカ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 な。みちゆきさん結婚してありがとう。やだ。けど考えとくね。メロンソーダとお茶は組み合わせ勇者だな。確かに今考えたら絶対ありえない組み合わせだよ。でもその頃の私はこれは合うんだと思って飲んでおりました。中学生の時ドリンクバーで0円カルピス、何それ、0円カルピス、なんか味と味を組み合わせたらカルピスになるみたいな。すごい。スムージー飲もうかな。レッドブル50、モンスター400、142、オロナミシー18。あら、オロナミシーすごい。オロナミシー飲んじゃおうと。糖質かな、糖質の量かな。くるくるオリジナルスムージー何入れようかな。怖い、何入れようかな。まあバナナはさ、あれだよね、あれだよね、なんか絶対的存在じゃない、スムージーにおいて神みたいな存在バナナは。緑系の野菜も入れるよね。なんだっけ、なんか青汁じゃなくてなんだっけな、なんか高菜じゃないよね、高菜じゃなくてなんだっけ。スムージーとか一気に健康感が増すワード、どんどん健康感出していこう。健康くるくるで、早寝早起き、モンスターの、私モンスターじゃ、商品名はちょっとあれあれ、エナジードリンクなんて飲みません、くるくるで、カフェインの量か、ありがとう、カフェ気をつけよう、カフェインね、カフェイン、起きたい時に寝るのがいいよね。あ、キューピーコーアアルファドリンク、そのキューピーコーアのさ、私のその発音めっちゃ好きなんだけど、それ聞く、見たことある、飲んだことあるっけ、見たことある気がする、キューピーコーアアルファドリンク、緑と紫の謎のスムージーがちょっと怖いかも、色が。あ、アボカドね、確かに、いちごバナナ、いちごバナナリンゴ、あのアボガドじゃねえしの果物入れようかな。そう、神だよバナナは。あ、そう、ほうれん草、それ、大人の朝はおしゃれなスムージー飲むの当たり前だぜベイビー、学びましたぜベイビー。あ、ケール聞いたことあるぞ、ほうれん草だね、ほうれん草入れよう、うん、バナナリンゴ多い気がする、ペレントカラーも入れていきたいね、ナスとか、ナス、キューピーコーアの発音が実は好きってくるくる検定出てきそう。いい検定だね、面白そうだな、やりたいね。体調崩した時ユンケル乗り切る、ユンケル聞いたことあるぞ、ユンケル、ブルーベリーいいな、ブルーベリーいいぞ、キューピーコーアはマジしんどい時によく聞く、じゃあ飲みすぎやめてマジしんどい時はキューピーコーア飲もうかな。くるくる水で十分元気です。私ね、多分ね、本当にあのキンキンに冷えたコーラじゃなくてキンキンに冷えたお茶を飲むだけで元気になると思う。私は緑茶派だから、緑茶。え、アボカドさ、オリジナル衣装着てみたいんだよね。そう、それな、ほうれん草、アリナミいいね、アリナミ、ナス、ブドウいいよ、合うかな。なんかさ、
逆にマザイになっちゃいそう。私が作るスムージーは逆にマザイ。怖いね。こいちゃん。くるくる検定って難しそう。一級が会える権利つけたら燃える。会える権利つけちゃいます。勝手に勝手にくるくる会える権利つけちゃいます。あ、シャインマスカット入れたい。待って待って、シャインマスカット食べたくなってきた。わ、ちょっと今日もこの配信終わり冷凍フルーツ買いに行ってきます。ゆうかです。そうだ、私最近本当にやばいんだ。なんかやばいことに気づいた。夜とかも配信終わりとかに一人でなんかモンスター買いに行こうかなとか言ってたから、本当に私は中毒になってた。中毒者やめとこう、気をつける。水で元気に稼働するくるくる、ものすごくエコで燃費いい。本当に私はエコなんです。エコ人間、エコ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 で生きています。あ、疲労回復系ならバナナ、リンゴ、ビタミン系ならオレンジ、キウイ。あー、確かにぽい分かれ方してるし、しかもぽい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 。あずみダークマターと呼んでる。そうなの、あずみも飲んでるの、マザイ。シャインマスカット言ったら急に豪華だよね。豪華すぎるよね。ちょっと高いよね。クルニンパさん、STU タコ、ありがとう。研究者4人、オリジナルスムージー。やばそうだな。みんな個性強そうだな。くるくる検定やってほしい。自分の実力を知りたい。いや、もう多分すごい、いいレベルも、いいレベルとか言っちゃって。難しいですよ、私の検定は。くっくっくっ。自分はくるくる中毒。それをもうどんどん、どんどん中毒になっていきましょう。これから。毎日毎日、くるくるがいないと、もう、生きていけないぐらいに。さすがにやばいか。成人したらアルコール中毒。それはね、本当に気をつける。それはね、大変だよね。気をつけないといけない。対応も塩でエコにするのはやめてね。私塩好きだからな、塩対応にしちゃおっかな。緑でメロン、あ、マスクメロンも入れちゃう。マスクメロンも入れちゃう。毎日エナドリ飲んでた民として中毒みたいになるのめっちゃわかる。だよねだよね、なっちゃうよね。ベニマドンナスムージーとかなんかやばいね。どんどんさ、どんどんさ高級になっていて怖い。逆にマザイ。あずみんけんって今日の晩ご飯何食べるでしょうって。絶対に分かんないじゃん、そんなの。勘じゃん、勘。ウケる。勘勘勘勘。うわー、フルーツ食べた。おはようございます、かわいい、ありがとう、初見ありがとうございます。てかさ、普通にさ、話変わっちゃうけど、今日と昨日、違う今日と明日と明後日、その皆さんに会えるのもちろんすごい楽しみで、明日はピルアポさんに会えるのもすごい楽しみなんですよね。ピルアポさんやば、見れるのめっちゃ可愛いじゃん。でもさ、私そういう初めて会った人にはさ、好きですって言えないタイプとか言ったら、なんかサーヤンさんに言っちゃったから、そういうちょっと嘘になっちゃうんですけど、初めて会った人に好きですって言えないから、言えないけど楽しみだな、ピルアポさん。くるくるが塩対応になってもくるくる塩やめられないっすね。やっぱそうだよね、中毒、中毒だもん。くるくる中毒だもん。エクボかわいい、ありがとう。エクボは恋の落とし穴、夢中にさせちゃうぞ。ななこちゃんよろしくね。皆さんを代表して皆さんを代表して挨拶してきますよ。嘘です、嘘です。そんな私は偉い立場ではない。可愛いって声出てそうだけど、いや絶対出る、可愛いって言っちゃう。楽しみ。
くるくる全落ちしたから次から油断せずに申し込みます。え、ぜひ申し込んでほしい。お話し会いっぱい話そう。楽しみ。初めて会った人に好きですって言えないって言ったスビオコに矛盾に気づくのかわいい。いやもうすぐ矛盾に気づいちゃった。私サイアンさんに初めて会った日に好きですって一言目で好きですって言っちゃったから矛盾してた私。クルクル中毒とは素晴らしいな。メチちゃんとナナコちゃんによろしくね。好きなんですか皆さん、もしかして。お風呂一緒に入ってください。言っていい、言っていいぜベイベー。本当に、じゃあ言っちゃいますね先輩に。いや言えない、それは言えない、言えないです。言えないんです。あ、45分、ありがとう。よし、え、でも緊張するな。研究生だけでさ対バンって初めてなんだよね。てかぜひ来る方はね衣装も楽しみにしていてください。あの衣装、あ、別に新しい衣装とかではないけど、ぜひ来てください皆さん、待ってます。くるくるが一番だよね、一番だよね、知ってるよ。サイアンさんどういう反応だった、嬉しい、ありがとうみたいな感じだった。ふわふわしててすごく可愛かったです。サイアンさん最近あれってなってるから会うたびにアタックし続けてあげて。え、待って、あれってなってるんですか。アタックします。いやなんかアタック、あ、スクショタイムしなきゃ。アタックしたらキモいかなと思っちゃってちょっとできないんです。私好きな人にアタックできないんです。推しには。スクショタイムします。明日お仕事か。そっか、台湾楽しむね。よし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 。え、昨日ラジオで福田さんがくるくると食事行きたいって言ってた。嬉しい。変な顔になったやばい。本当にマジ。うん、ゆうかびマグカップで飲むコーヒー美味しかった、飲んでくれてありがとうって。そのマグカップのゆうかも言ってる。私もちょっとまだリビングに置いてある。うん、クルトス一番だぜベイビー、ありがとう。一番の一、ナンバーワンかつオンリーワン。ちょっと日の光もだって。めっちゃよく喋るわ私。どれがくるくるは3期生に告白されたらどんなリアクションするんだろう。本当に喜ぶ、喜びすぎて逆に惹かれちゃうかも。頑張るぞポーズ。僕もくるくるに直接好きです言いたい。直接好きです言われたい。待ってます。花丸うどん行きたいです。やっぱさ、なんか好きって言われるとさ意識しちゃうじゃん。なんか推しメンですとか言ったら意識しちゃう。絶対推しメン、私推しメンっていう人いないか、気まずい。よし、それでは男女読みたいと思います。眠すぎてくるくる可愛いしか日本語が出てこない。いや、くるくる可愛いという日本語が出てきてるだけで素晴らしいです。素晴らしいと思います本当に。そう、ふくちゃんさんにさゆうかぴょセンター顔ってそう言われたんです。本当に嬉しいんですね。え、初見です可愛い、ありがとう。フォローは強制だよ、嬉しい、ありがとう。
推しメンって人超いる？待ってます、くるくる推しメンの方、今見てるかな、見てるかな、見てるよね、いらっしゃるよね。あなたはすごく可愛い、応募してみて、そこのあなたも。皆さんですよ、今聞いてる皆さん、男子みたいと思います。13位みちおさん、ありがとう。13位みちおさん、ありがとう。12位こぼれくらさん、ありがとう。12位こぼれくらさん、ありがとう。11位成田さん、ありがとう。11位成田さん、ありがとう。10位遠いさん、ありがとう。10位遠いさん、ありがとう。今日も頑張ってね、ありがとうございます、頑張る。9位みきお先生、ありがとう。9位みきお先生、ありがとう。8位タバスコ、待ってよ、タバスコ、タバスコ、8位タバスコさん、ありがとう。タバスコって、8位タバスコさん、ありがとう。7位ミルクティーよろしくさん、ありがとう。7位ミルクティーよろしくさん、ありがとう。6位スギアンさん、ありがとう。6位スギアンさん、ありがとう。5位ハートマンさん、ありがとう。5位ハートマンさん、ありがとう。4位クルリンガルさん、ありがとう。4位クルリンガルさん、ありがとう。コルちゃんが泣いてる。3位ヤマさん、ありがとう。3位ヤマさん、ありがとう。2位深夜健さん、ありがとう。2位深夜健さん、ありがとう。そして1位はドゥルル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 じゃーん、中村さん、ありがとう。中村さん、ありがとう。今日も楽しもうね、ありがとう。優勝ありがとう。みんな朝から見てくださってありがとうございます。今日来てくださる方や DMM 配信で見てくださる方もぜひくるくるの緑と紫のペンライトを振ってくるくるのうちわをぜひ持っていってください。よろしくお願いします。今日も好きです、言ってみた、ありがとうございます。今日から3日間、楽しもうね、本当にみんな。それでは頑張ってきます、行ってきます、お休みはいませんよ。こまえ楽しみ、ありがとう、頑張る、楽しむ、そう、楽しもうか、楽しもう、緊張しちゃうから楽しもう、ありがとう、行ってきます。行ってきます。